9月15日中日対巨人名古屋ドーム、岡本、坂本、中田で合計4本のホームランを打ち、巨人打線爆発。岡本40号、坂本20号、中田2打席連発。坂本20本乗せたか、バケモンですわ。すごい打ち合いや。あい、言うほど合戦か、言うほど打ち合ってるか。バンド狭いから好き。バンドではホームランでないと何だったのか。こういうの見ると中日って言うほど投手力ない気がしてくるな。両軍合わせて4本もホームランで取る。両軍合わせて4本か、やるじゃん中日。両軍合わせて4本の乱戦やんけ。巨人のチームメイト同士で争ってるんか。バンドで2番目にホームラン打ってるのが大勢ってマジ。4本って中日だと何試合かかるの。チュンドラ弱すぎでは。ホームラン競争らしい。ここぞとばかりに稼ぐな。仲間割れで草。さあ、誰が一番多く打つかな。マキエや、これで巨人打線はバンドで大振りなるな。今後が楽しみや。バンテリンとかいう箱庭でセコセコ稼いだホームランなど昔。今日J スポで配信ねえけどバンドでやってんの。4本塁打出て打ち合いか。バンドが本塁打出にくいって何やったんや。ずっと大振りした結果が今日なんやけど。バンドだから中日打線は弱いとかいう目くらいるよな。これは中日は飛ぶピッチャー使ってますわ。なんでバンドでこんなにホームラン出るんや。おかしいやろ。バンテリンドームってビジターだけは打つよな。中日打線はランナーすら一人しか出てないのに、巨人打線にホームランだけで4本打たれてるの本当に泣きたい。チュンドラの投手って別にそんな良くないよな。なんでこんなゴミ試合なのに人おるんや。巨人は魔人斬り打線だから弱いんだぞ、反省しろ。中日も負けじと2本や、たんだお。こいと球団最多借金が眼前に迫ってるんやぞ。必死に勝ちに行かない。わざと打たせて調子崩す作戦や。立浪は1試合の勝敗より1シーズンで考えてるからな。ホームランへの対抗が単打なのくさ。